どうも、お疲れ様です。なんたまたつ、お土産もらったんで、なんかね、北海道のリスナーさんにね、くみたんっていう人がいるんだけど、これがめっちゃうまいよって言って、オフ会でみんなで食べてって、焼きたてチーズタルトっていうんだって、これがめちゃめちゃうまいらしいんだよ。焼きたてチーズタルト。で、これオフ会でみんなに、嘘、みどりさんとひろゆきさん、ああ、今日ワンワン出るね、それね。いいな、憧れの人だから。これちょっと食べてみようかなと思って。美味しい食べ方。オーブントースターで温めるとうまいんだ。いや、そのまま食べるわ。うん。これ食べてみようと思います。焼きたてチーズタルト。うまそうだよね。めちゃくちゃうまそうなんだよね、これ。これ食べます。いただきます。くみたんありがとう。いただきますね。くみたん。あと、ミウルからももらったんだよね。ありがたい。うわ、うまそう。めっちゃうまそうなんだけど。これやばいでしょ。俺タルトめっちゃ好きなんだよ。だからチーズタルトとかもよくコンビニとかで買うんだけど、タルト好きなんで、人。これはやばそうですね。キノトヤ？あ、香りめっちゃいい。北海道チーズうまいかんね。いただきます。やばい。うわ、うわ。あ、すげえすげえすげえ。めっちゃうまい、これ。あ、すごい。あ、これはうまいわ。これはうまい。あのね、チーズの上の部分がふわふわなの。で、タルトもね、ちゃんとしっかりやってるから、サクサクっとした。多分ね、上にザラメが乗ってるんだと思う。これうまい。これうまい。あ、めっちゃうまい、これ。やばいよ。うめえ。これはうまいわ。これ、食べに行ってもいいよ。ねえねえ、あと2個残してるから、のんたんの分。これはマジでうまい。あ、うまっ。これすげえわ。ありがとう、くみちゃん。これうまい。くみちゃんがうまいって言うだけあるわ。これはすごいわ。うん。人に勧めたくなる。やっぱ北海道チーズうまいよな。食い物東京勝てないよ。うまっ。うめえ。マジうまい。あ、うまかった。ごちそうさまです。あ、チーズ好きなんだ。これ冷やしておこうね、じゃあ。あと二つ。これ冷蔵庫入れとこう。ちょっと冷蔵庫入れてくるわ。これめちゃめちゃうまいわ。今まで食ったチーズタルトの中で一番かもしれない。冷蔵庫入れておきました。我慢できない。今から来る。あとね、ミュールがなんか買ってきてくれて、なんだろうこれ。これミュールが二人で食べてっつって、じゃあ開けてみようか。開封します。うわー、めっちゃうまそう。おー、ミュールありがとね。わ、めっちゃうまそう。なんだろうね。みんなお菓子を配るのが流行ってんのかな。クリーモ。なんて読むんだろう、これは。クリエコルセ。クリエコルセって書いてある。クリエコルセ。なんだろうね、これは。じゃあ次、クリエコルセいきます。ありがとう。何菓子の、エコルセって聞いたことある？みんな。エコルセって聞いたことある？なんだろうね、エコルセって。なんだろう。エコルセってお菓子を俺は聞いた、生まれて初めて聞くから、クリエコルセって書いてあるよ。クリエコルセ。あと、芋エコルセとクリエコルセが入ってんだって。
エコルセっていうお菓子、10枚10枚って書いてあんな。俺栗大好きだからね。開けてみます。いきますよ。なんだろうね。お、クッキーみたいな感じかな。栗エコルセと言い、あ、クッキーみたいな、なんかおしゃれなお菓子だわ。おしゃれなお菓子。そう、これどっちが栗でどっちが芋なのかわかんないな。こっちが芋だ。じゃあ芋、芋を食べてみよう。ね、おしゃれだね、すごく。これどこで売ってんだろう。東部で売ってんのか。なんか、神戸って書いてある。神戸のお菓子らしい。ありがとうございます。てるてる坊主さんいらっしゃい。今、お菓子枠です。コーヒーと合いそうだね。ちょっとおしゃれな感じでいただきますね。芋と栗があるんだけど、芋の方食べてみようか。おしゃれ。なんかね、こう焼いたね、こう、やつを、生地を、こう、ペターンってしてる感じの、サクサク感のあるそうな。いただきます。あら、お上品。あ、なんだろう。あのね、甘くない。甘くないんだけど、なんだろう、この、裏に突き抜ける。これ不思議。あの、なんて言うんだろう。甘くない。大人な味。だけど、匂いがふーんって裏から抜けてくんの。なんだろう、芋の匂いが。すごい、香りがすごい。ビターだよ。大人なお菓子。うん。なんだろう、この芋のね、中にクリームとかなんか余計なもの入ってない。空洞なんだけど、香ばしい。京都料理みたいな。うん。あー、美味しい。あら、美味しい。ありがとう、ミュール。これも彼女といただくわ。あと、なんか知んないけど、ヨドバシカメラ、またヨドバシカメラの袋で、たくみさんがプレゼントくれた。なんだろう。たくみさん必ずヨドバシカメラの袋なんだよ。なんなんだろう。なんだ、また封筒がいっぱい入ってる。なんでヨドバシカメラにわざわざラッピングするのかがよくわかんない。ヨドバシカメラの袋どんだけ持ってんの、たくみさん。最初に読んでください、だって、うん。最初に読んでください。読みます。あ、チップスター美味しいよね。美味しいよね。じゃあ読み上げますね。なんだろう。手紙が入ってる。最初に読んでください。なんだろうな。どうもー、ワドツ。前回渡したギフトがクイズになってたので、ん？前回渡したギフトがクイズになったので、今回はクイズ、このキャラは何でしょうにしたいと思います。それではギフトを開封してください。うん、どうも、ワドツ。前回渡したギフトがクイズになったので、今回はクイズ、このキャラ何でしょうにしたいと思います。それではギフトを開封してください。ほう。なんか仕込みがすごいよ。たくみさんのギフトの面白いところは仕込みがすごいんだよ。なんか、たくみさん一人でディレクター感がすごいよね。テレビっぽくやってくれるっていう、そこってるんだよね。ギフト、手紙も入ってるので注意してあげてください。はい。手紙も入ってるって。うん、なんだろう。このテレビっぽい感じ俺好きだよ。たくみさんのこの凝ってるシリーズ。匠のギフトシリーズっていうか、手紙入ってる。ほう。注意して開けてください。うん、和道さんにはまずわからないでしょう。リスナーさんに聞いてみてください。前回はすぐにガンバスターと答えが出たので、今回もすぐにわかると思います。リスナーさんが答えを教えても和道さんにはわからないと思うので、答えの封筒を開けてください。え、なんだろう？何が入ってんだろうな。え、何これ。え、何これ、何これ、何全然わかんないんだけど。え、何これ。いや、もういらない日はこれ。何これ。もういらないんだけど。
何これ。もう、わからないんだけど。この、何これ。わかる人いる？これ。このプレゼント何？誰かわかる人いる？リスナーで。なんだこれ。これ。ゆた、唐菓子。何これ。ゆいた、ん？ゆた、唐菓子。何これ。ゼロ。わかる人いる？この中に。闇ほむら。何これ。わかる人いる？なぜこれを俺にプレゼントするのか全然意味がわかんないんだけど。ユタトカシって何これ？見えた？わかんないよね。わかる人いる？これ。ユタトカシって何？ユタトカシ。みんな知ってる？このキャラ。全然意味がわかんないんだけど。誰もわかんないっていうね。じゃあ答えがあるから答え見てみようか。中二病でも恋がしたいのキャラ。しこり玉さんいらっしゃい。まあ、答え見てみようか。中二病でも恋がしたいっていう漫画があるのかな。答え見てみます。答えわかりましたか？このキャラの名前は、富樫勇太です。なぜこのキャラをギフトにしたかは、富樫勇太は和道さんと同じ中二病だからです。ぜひこの富樫勇太が出てるアニメを見てほしいけど、和道さんには早すぎるかな。タイトルは、中二病でも恋がしたいです。萌えです。萌えですってなんだよな。キーホルダーの T シャツに書いてある、闇ホムラは、ダークフレームマスターと呼びます。爪にはあまり動画が上がってないので、興味があればレンタルしてください。しません。はい。よくわかったね、しこり玉さん。あと、ギフトよくなくすので、このキーホルダーはスマホにつけてください。強制です。今回は以上です。つけません！はい。つけません！スマホ。あの、ヘッドホンさしてるんで、僕。たくみさん。ということで、今回の、ゴミギフト、たくみさんからのゴミギフトは、リスナーさんで欲しい方いたらプレゼントします。中二病でも恋がしたいの、富樫ゆうたくんのキャラクター欲しい人は問い合わせください。はい、さよなら。はい、ギフトありがとうございました。よくわかったね。役所に申告するよ。これも役所に申告すんだよ。バカバカしいけど。これもちゃんと申告しない。手間が増えたよ、手間が。はい、たくみさんありがとうございます。役所に申告する手間が増やしてくれてありがとうございます。すごいね。頭痛えな。酒が合わなかったのかな。頭めっちゃ痛い。なんか今日コメント少なくねえか。コメント今日超少ないね。さあ今日はあれだよ、明日休みだから長時間放送。申告したら保護引かれるの？引かれるものと引かれないものがある。だから食い物は引かれるんだよ。お米とか主食とかは引かれるの。ただ飲み物は引かれないの。なんかね、ルールが細かいんだよ。みんな移動中かな。どうなんだろう。主要メンバーがオフ会に行ったからコメントが激化そうなのか。でもさ、61人も見ててアクティブ4っておかしいでしょ。おかしくない？このなんかロム線とのバランスが絶対おかしいと思うんだけど。もっとゴリ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 コメント打って盛り上げてこうぜ。コメントは正義だから。コメントはコメント上がんないとね、ニコ生では上に行けないよ。ゴリゴリ。和道押してこうぜ、和道。いや、楽しかったよ、オフ会。なんか、ミウルとオレンジがすげえ仲良くて、なんか萌えだったね。なんかすげえ、なんかすぐ仲良くなってよかった、嬉しかった。初対面だったから。
ずっとね、女性陣、ミュール、ずっと、鬼参加してくれてんだけど、毎回参加してくれてんだけど、女性陣がね、なかなか増えないっていうことで悩みだったから。うん。オレンジはね、何回か、一緒に会ったことあったから、うん。仲良くしてもらえるといいなと思ったけど。オフ会、今日のオフ会の盛り上がった話は面白かったよ。内容が濃すぎて放送には載せられないような話をね、赤裸々にしてたね、うん、結構面白かった、うん、ミュールが元旦那さんに顔面踏まれた話は俺の中でツボなんだけど、鉄板なんだけど、うん、腹蹴らないだけ感謝しろよっていう話はすごい好きなんだよ。うん、ミュールが顔面踏まれながら、妊娠してる時に旦那さんに言われた一言が、腹蹴らないだけ感謝しろよっていう、すごいセリフだよね。もうびっくりだよ、本当に。面白いわ。最低だよね。女のさ、女に暴力振るうだけでも最低なのにさ、すげえなって、顔面踏みつけるってよくできるよなとか思ったよ。なかなかできないよね。あとね、なんかね、カラオケ歌うたびにね、たくみさんがずっと俺のこと撮影するんだよ。それがよくわかんなかった。必ず番が回ってきてカラオケ歌おうとすると、こうやってずっと俺のことスマホで撮ってる。謎すぎると思って。はい、組田窓2。あー、もうなんだよ。今食べ終わっちゃったよ。食べ終わっちゃった、今。組田ありがとう。めっちゃうまかったわ。あれはうまい。今まで食ったチーズタルトの中で一番うまいわ。あれはお酢だけある。今食べ終わった。タイムシフトが YouTube で見てみて。アップロードすると思うから。すげーよかったよ。ほんとうまいね。やっぱ北海道食い物うまいよ。最高。北海道いいわ、うん、いやマジでうまい、マジでうまい。あのね、特に俺が良かったのはタルトが結構固めで美味しかったのが良かった。チーズの部分がふわふわで、タルトがちょっとさっくり感があるのは俺は好みのタルトだね。俺タルトは固めが好きだから。クッキーみたいなタルトに、クリーム乗ってるモンブランとか大好きなの。あれはうまいわ。最高だった。ドアノブ行くけどなんか欲しいものありますか？いや、ドアノブじゃなくて普通に着なよ。なんでドアノブ先輩なの？アップされたら見てみて。マジうまかったわ。これはおすすめだわ。うん。俺もハマった。うん。俺もハマったわ。うまい。これ。最高。うん、ありがとう。美味しいの。居酒屋で飲んだから、今回。中で食えなかったから、みんなに配ったから、ちゃんと。よかった。小分けされてて。なんかいる？コーヒーかな。タリーズのコーヒー飲みたい。また今度、いいよいいよ、気づかない、気づかないで。大丈夫大丈夫、ありがとう。ダフや、和道さんの彼女がオフ会に来ない時にはオフ会参加させていただきます。あ、そうなんだ。なんかあったの？はい、ダフやいらっしゃい。なんかあった？いらっしゃい、ダフや。あ、T シャツ着てたよ、見た見た。オレンジが和道 T シャツと、アシカくん T シャツ着て、パーカー着てた。結構クオリティ高いね。生で見ると。よかったよ、もの。すげえ、満足してたよ。オレンジも。いや、素材がいいって言って。
どうしたのダフ屋、なんかあったの、うん、喧嘩してんの、のんたんと。なんで喧嘩すんだよ、仲良くやれよ。、うん、アスカくんのオレンジさんだった。アスカくん来てたよ。結構可愛くてよかった。意外と似合ってたね。うん。写真撮ったよ。すげえ似合ってた。あれ、パーカーいいね。しかもね、プリントもね、結構いい感じにしてたし、素材もね、結構しっかりした素材作られてた。うん。みんなで仲良くしようよね。うん、喧嘩してもダメよ、うんうん、まあでも楽しかったよ本当に、みんなで顔合わせて、やっぱ月1回会わないとダメだな。あ、で、みんな喜んでくれた。結構いいっつって。うん。そう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 。あ、そうそう。後ろにかかってたのはオレンジのやつだね、あれは。うん。これ、結構みんな喜んでくれたわ。よかった。うん。作ってよかったなと思った。クミタンにも送るからね。ちょっと待っててね。今、金欠で郵送費がないから。金欠で郵送できないから。朝から変な DM 送ってこられたら仲良くしたくてもできないし、仲良くしたくない。何 ?DM 送られてきたの?あ、そうなんだ。変な DM 送られてきたんだ。そっか。うん、まあまあいいけど、仲、まあ無理に仲良くしろとは言わないよ。うん、仲悪いのね。一人一人つけたよ。うん、もちろん。一人一人につけましたよ。ゲルゲが出しゃばるウナの放送みたいになるのよ。ならねえよ、別に。別に出しゃばってないじゃん。ノートは出しゃばってなくない？っていうか、まず、ほら、配信者じゃないから、彼女は。別に出しゃばってないと思うけど。和道は上を見てくれ。上見てるよ、全然。うん。全然。でも俺、ゲルゲじゃないし。どちらかっていうと、そのポジションで言うのは俺ウナでしょ。あ、ゲルゲつって。ゲルゲ嫌われてるよね。もうすでになってるの。あ、そうなの。あ、そう、うん。嫌われてんな。嫌われてるな。あ、そう、そう。俺別にそんな感じないけどな。彼女がゲルゲ状態になったら微妙。いや、なってないよ、全然。なってないし、何なんかすごいね、やつあたりが。俺、いい彼女だと思うけど。俺、普通に好きだけどね。なんかみんな不評だな。ノンターンアンチがいる。ノンターンアンチが。俺の彼女いじめんのやめてくださいよ。いじめないでよ。うん、俺の可愛いスイートハニーを。スポンサーのことも勝手に聞いた？何スポンサーって。俺スポンサーのことなんか話してないよ。うん。何の話それ。アンチじゃないけど、なんか出しゃばる彼女はうざいっすわ。すげえな。やめてよ、俺の彼女叩くの。別に出しゃばってないじゃん。出しゃばってないじゃん。
うん、出しゃばってなくないねえ、のんたん。出しゃばってないよね。出しゃばってるか、うん。ゲルゲは正直出しゃばってると思うよ。別に、普通に米打ってるだけじゃん。うん。出しゃばってるかな、普通にコメント打ってるだけな気がするんだけど。もうやめてくれよ、もう。もうやめてくれよ。めんどくせえよ。うん。ヒカルくんのスポンサーと接待したとか。いや、接待じゃないよ。飯食ったんだよ、普通に。うん。接待はしてないよ、別に。飯食っただけよ。うん。接待じゃないよ、全然。飯おごってもらったんだよ。ゲルゲ思い出した？あ、そう。そうかな。俺別にそんな思わないけど、お前。なんでさ、こんな、なんかこんなに風当たり強いの？なんかみんなノンタンのこと攻撃するよね。ウケるよね。なんか、ノンタンに対してなんかみんな冷たいよね。うん。彼女曰く接待？あ、そうなの？俺は飯食っただけだけど、ただ。今、新宿にいるから一緒に飲もうよって言われて、飯をごってもらっただけっすよ。全然接待とかしてないっすよ。なんだろうね。みんな仲良くしてもらいたいのに。生主と付き合う女は大体こんな感じだからしゃあないか。まあ、そう。まあ、それはな。俺の口からは言いづらいけど。まあ、そうなるよな。でもまあ、あったかい目で見てほしいけどね、俺としては。俺が惚れた女だからさ。のりこプラス和道で大手になれんの？あ、そうなの。でも、のんたんは、すごい、すごいと思うけどね。なんか、俺が目指してるものを応援してくれてるから、同じ、俺と同じ目線で一緒にいてくれてるから、俺は彼女のこと好きだね。普通さ、俺に向かってこういう視点で見るじゃん。リスナーさんって。だけど、まあ、今までの彼女もそうだったんだけど、こういう風に見るんだよ。そうじゃなくて、俺が目指してる方を一緒に向いてくれてる感じがする。そこがすごいなと思うね。うん。配信に女を引き込むな。だからさ、引き込むなじゃなくて、違う。配信に女引き込んでないから。違うから。もともとリスナーでしょ？もともとリスナーでしょ？で、配信に女引き込んでないでしょ？お前らが勝手に引き込もうとしてるだけじゃん。なんでそうなるのよ。配信に女引き込んでないよ。じゃあ次枠で話そう、そのことは。蹴りをつけよ。じゃあ次枠で。なんでそんなさ、俺の彼女をケンケンしてんの？なんで俺の彼女に対してそんな冷たいの？嫉妬でしょ？可愛いから。俺の彼女が可愛いから嫉妬でしょ？違うの？羨ましいだけでしょ。俺の彼女に対する嫉妬でしょ。違うの。どうなんだろうね。困ったね。嫉妬はないの。うん。なんで別に、じゃあ配信者は彼女作ったらダメなの？お前にはもったいない女だな。可愛いよね、普通にね。うん。全然嫉妬ない。